でもまあみんな最初緊張するって言うんですけど、はい、あっという間に終わるんで。はい、わかりました。 どれくらいの尺ですか。だいたいね15分ぐらい喋って、うん、もうほぼその尺そのまんま動画になる。おもう普通うちほぼノーカットなんですよ、すごい特徴として。今日もそうです、もうこれ始まってゆるっと始まってるんですけど、はい、今日はあのお給料メンバーのマリさんです。お願いします。お願いします。お願いします。ねうちのチャンネルでは2人目の女性単身沖縄移住者なんです。はい、ということで女性でもう一人で来たんですもんね、完全に。今何年目ですか。今5年目になるかな。5年目、じゃあ丸4年経ってる。そうですね、2019年からの。そうね、丸4年経ってるか。丸4年経ってきました。どうですか、丸4年とか5年目入って、はい、5年目入ってこう総括すると一言で言うとどんな感じですか。最高です。最高ですか。最高。なるほど。もうねいろんなね、はい、意見がもうとにかくあるんです。あもうあの、はい、でも帰りたいとか、うんうんうん、めっちゃあって、でも最高なんだ。最高。ああ、一回もない、帰りたいっていうのが。帰りたいと思ったことは一回もない。一回もない。はあ、まあそんなマリさんを深掘りしていくんですけど、はいはい、普段は仕事は何をしてますか。はい、普段は、カウンセラーとかコーチングとか。ああ、そうやそうや。あとカウンセラーさんのサポートだったりとか、うんうん、運営会社の中に入って、そのサービスを作ったり、講座作ったりとか。だからカウンセラーが提供するサービスを作る側でもある。そうです。なるほどね。それでも元出身どちらでした。出身埼玉。埼玉でもそういう仕事してたんですか。え、もう完全にこっち来てから。こっち来てから始めた。はい、なるほどね。やっぱでも僕結構、はい、あの動画とかでも喋ったんですけど、会社員として沖縄で生活してる人もいれば、はい、会社員として沖縄に来る人がいる、出張とか、はいはいはい、であとなんか、うん、なんだろう、転勤とかで、はい、うんうん、で沖縄に住みたくてなんか転勤のお願いみたいなのを会社にして来させてもらったみたいな、うんうんうん、でもただその会社員として来ちゃうと、はい、思ってたような生活ってできない説あるじゃないですか。 はい、あれどう思います。うん、でも本当にこう自分から変わろうとしないとやっぱり同じ会社と家と行き来で、うん、通勤方法が車になったりなっちゃうから結局何も変わってないみたいな、うん、で、の割に賃金下がるしみたいな、うん、そうですね。最初私それで半年くらい、うん、なんか沖縄に行けば幸せになれると思ったんですよ最初。場所が自分を幸せにしてくれると、はいはい、沖縄行けばのんびりできて、うんうん、沖縄行けばこう自分らしくもっと生きれるみたいな感じで思ってきたんだけど、うんうんうん、あれ何も変わらないみたいな。おお、やってみてね、はい、で気づいて、うんうん、あ、もう本当に自分なんだなってそうね気づいた。もう、はい、場所は正直あんまり関係ない、関係ないかもしれんね、はい、俺も大阪にいた時のなんか働き方とか、はい、大阪にいた時の感覚で沖縄にいても多分あんま何も変わってないと、うんうんうん、はい、自分じゃ一番その沖縄移住をして、うん、生活が楽しくなってきたなと思ったことで、うん、はい、自分を一番変えたこと、はい、何を一番変えたんですか。まず私はこっちに来る前にちょっと、いろいろあって、うん、まあ、母が亡くなっちゃったりとかいろいろあって、うん、で、この仕事をカウンセラーとしてやりたいんだけど、ちょっと、まずそもそも私が疲れ切っていて、人を癒す状態じゃない。そんな余裕はないと。余裕はないと。なんで、まずは私を癒すために、で、まずは私が夢を叶える人に、はいはい、ならないと人に言えないなって思って。承認にならなきゃいけないからね。そうですね。そう。本当まさにその通りで。私自身がその、なんていうかな、自分の夢を叶えるための行動ができる人になろうと思ってきて。ああ、はい、なるほど。夢を叶えると。はい。まあ、なんか、よく言うじゃないですか。はい。夢を叶えましょうって、うん、でもこう具体性を持って考えてる人は多分あんまりいないと思う。そうですね、はい、それを具体的に考えた。そうですね、はい、何だったんですかその叶えたい夢っていうのは。まあ、そのもう今私がその活動でやってることが、うん、日本の幸福度を世界トップ3にするっていう活動をしていて。もうでかい夢ですね。でかいです。そう、壮大、はい、うん、そうです。これはもう本当に一生かけて、うん、もう30年計画って言ってるんですけど。お、はい、でそのためにまずは自分を整えることっていうのを2020年から始めて、この3年間、うん、まずは自分っていうのを、まずは自分ね、はい、うんうん、やり続けていって。ほうほう、それは現在進行形でやってるって感じ。やってます。ああ、なるほど、はい、で今4年、活動を始めて4年目なんですけど
もうそろそろもっともっとこう活動を広めていくっていう段階に来て、うんはい、具体的にはどんなことしてるんですか？もう本当に分かんないじゃないですか、何していいか。日本語で、はい、正直言って分かんないんですよ、私も。でもそれがなんかもう本当に降りてきたみたいな感じの夢なので、考えてないんですよ、別に。どうしようとか考えてない、はい、うん、でそれをただこう言ったりとか、それを発信したりとかしていくと、うんうん、あ、なんか手伝えることないですかっていうふうに声かけてもらうこととかも増えてきて、はい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 、でそこのご縁でいろいろこうお仕事につながったりとか、いろんな人脈につながったりとかっていう感じなんで。幸福度が高い国にするっていうことは、はい、そこに住んでる人の幸福度が高くないとダメですよね。そうですね。じゃあ、はい、その周りの人の、はい、あ、よかった今、はい、来ててみたいな、はいはい、幸福度を上げることをしてるみたいな。そうですね。で、そのために何が必要かって言ったら、うん、そうよ、やっぱり自分の心を自分でケアできることっていうことが、はい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 、すごく大事なので、うん、まず今はそのオンラインサロンやってるんですけど、うん、それで本当にコツコツでしかできてないんですけど、うん、そういう、まずは今近くで話せる方に対してそういうことを伝えたりとか、なるほどなるほど、はい、あとはそのカウンセラーさんを育てるっていうので、うん、もっともっとこういう同じ考えの方が増えたら、ああ、なるほどね、はい、考え方みたいなところですかね。なんか、はい、結構この僕も、はい、そういうことで言うと思うのは、はい、なんかネガティブな人多いなと思うんですよね、うん、とにかくネガティブな人が多い。僕割とその能天気なんで、その能天気だから、はい、前向きにも後ろ向きにもなれるんですよ、うん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 、要はその深く考えないから、はい、だから僕割と前向きなんですけど、はいはいはい、ただそのなんで前向きになれないのかなと思うんですよね、うん、人って。それはやっぱ人それぞれあるので、うん、もともと私もネガティブな人だったから、うん、それを自分で整えて前向きになれた人だから、うん、その工程が分かるんですよ。あー、なるほど。ネガティブからポジティブになったから、はい、まあ、その工程が分かるんや。そうん、実体験やからね。実体験だから。あー、なるほど、はい、なるほど。やっぱりこういろんなことを成功したいとか、いろんな活動されてる方ってもともとポジティブだったりとか、もともと自己肯定感が高いっていう方が多いんですけど、うんうんうん、そういう方ってやっぱネガティブな人の気持ちがわからない。正直やっぱわからへんね、はい、俺は、うんうん、それが全然悪いわけじゃもちろんないし、うんうん、冷たいわけでも全くない、うん、だけどやっぱりその姿を見て傷つく方っていうのが、勝手に傷ついちゃう。あの、松尾さんが悪いわけじゃない。あ、なるほどなるほど。俺が普通にただ歩いてるだけやけど、はい、これ見て傷つくみたいな、はい、あ、私はそうなれない。ああ、なるほど、はいはいはい、はい、ってなっちゃって、別に達郎さんも悪くないし、その人も悪くないんだけど、そう、それ、そこはなんでかって言ったら、やっぱりその傷ついちゃう方の内側の対応が仕方がわからないってだけ。その人がその人にしてあげれることがわからない。そう、そうなんですよ、はい、なのであなたもそうなれますよっていうのを。なるほど、はい、わかりやすい、はい、それをオンラインサロンとかでお伝え。そうですね、はい。まあ、マリさんのインスタの概要欄貼っとくんですけど、うん、やっぱその、なんていうの、明るくなったりとか、前向きに考えようっていうことはあんまり言ってない。その、前向きに考えるにはどうしたらいいのかを言ってる感じがする。嬉しい、伝わってる。まあもうこれ見てる人で、北部に住みたい人結構いると思う。はい。でも、北部でこれちょっとね、撮り直しててね、2回目なので、僕がちょっと説明するところあるんですけど、僕は北部は沖縄の移住の中でもかなり不便なところに住むという認識が強いんです、ね、はい、僕は。でも、マリさんは順応してるんですもんね、それに。はい、順応しました。だから不便という感覚がそもそもないんだ。そうです。なんかもうそれをそのまま受け入れるっていう感じ。これめっちゃむずい。北部で、はい。北部に住んでて、あの環境を全部受け入れるのむずい。なんでかっていうと、はい、僕名護に住んでたんでわかるんですけど、はい、名護って北部の中でも栄えてるじゃないですか。うんうん、はい、それでも不便や思ったんですよ。なぜ不便だと思ったかというと、はい、空港が遠かったりとか、はいはいはい、友達となんかちょっと飲みに行こう思った時、 はい、なかなか行かれへんと、はい、こんな感じません？だって。そうですね。空港はバスで向かうまでが楽しいし。もうええねん。そうですね、もうわざわざバス乗って、あの、用ないのに空港行きます。嘘だろ。変だよね。変だって自覚してます。変な人や。変な人です。なんか、生きるのは、普通にちゃんとしなくていいんですよ。これしてみたい、あの、空港行きたいから行く、飛行機見たいから行くとか、あの、謎だと自分でも。なるほど。はい、もう、あの、別に目的なんかなくていいと思います。そういうことです。そういうことです。なるほど、なるほど、はい。目的意識が強すぎると、はい、逆になんか自分で自分を縛ってるかもしれない。そうですね。はい。いや、でもね、
北部にはね、やっぱお店も少ないでしょ。はい。で、スーパーとかもそんなに多くないじゃないですか、うん、コンビニとかも。はい。それでも、その状況をある程度理解した上で、それを楽しめたら北部は住める。最高に。海近いもんね。はい。もう僕も名古屋住んでて分かるんですけど、はい、やっぱり本島の中の北部の海はでっかくっすよ、やっぱり。うんうんうん、相当綺麗やから、はい、海好きのね、海沿いに住みたい人は、うん、もしかしたらめちゃくちゃいいかもしれないですね。うん、はい、なるほど。だからもう、なんか北部にこれから住もうと思ってる人にアドバイスがあるとしたら、やっぱり、順応すること、はい。そうですね。もう本当に自分の今までの常識とか、うん、これが普通でしょうとか、そういうのを押し付けたりとかし、うん、なんか そういう基準で生きてしまうと、やっぱり、お互いがストレスになってしまうから、うん、それはそういうものって、自分が好きでそこを選んだんだから、それをそのまま受け入れるっていうスタンスにしていけば、うん、多分どこ行っても幸せに過ごせるかな。なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。最後にね、はい、まあ、ここまで総括して、その、お仕事のこととか伝えたいこととかが結構あると思うので、はい、ちょっと、今見てる人に伝えたいことをお願いします。はい。そうですね。本当に私が自分の人生を生き始めるっていうふうに決断をしたのが、沖縄移住が一番本当に大きい第一歩だったんですね。やっぱりその、今まで、ずっと東京で働いてたんですけど、その時の会社とかもすごい、なんていうかな、頑張って働いて、頑張って、なんか営業してみたいな感じだったんですけど、それの条件でも幸せではなかったんですよね。うん。なんかその、条件的には、人から見たらいいなっていうような状況でも、やっぱりそれ以上に不便だとしても、自分が好きなことと、うん、この条件がいいことって全く別物、うんうんうん、はい、そうね、そうだと思うので、それを好きっていうのをまず自分に気づく、自分の好きなものに気づく、うん、でそれを叶えてあげる、自分の好きを叶えてあげる自分になること、それで好きで選んだんだったら、自分のなんていうかな、思い込みでコントロールしようとしないことっていうのが。なるほど。はい。ありがとうございます。もうね、この動画でね、マリさんの人柄は十分に伝わったと思いますし、はい、概要欄にマリさんのね、インスタグラムが貼ってあります。で、非常にね、ストーリーをたくさん上げてくれるんですね。はい、で、今、ちょっと悩みがある人とか、ちょっとマリさんが言ってることに、そうなんだよね、そうありたいんだよね、みたいな思った人は、なんかこう思ってるけど、うまく表現できてなかったことを代わりに表現してくれているので、皆さんぜひですね、インスタグラムを見て、フォローして、で、もっともっと、深掘ってマリさんのことが知りたい、マリさんにいろいろ教えていただきたいという方は、もうオンラインサロン、DM でね、オンラインサロンを知りたいですと、DM してみてください。はい。何か気づくことがあるかもしれません。ありがとうございます。はい。ということで、今回、おきべメンバーのマリさんに動画出ていただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。